義手や義足、車椅子などのケアを行う義肢装具士が今世界の舞台にチャレンジしようとしています。グッドラックストーリー。花巻市の義肢装具製造販売会社 PO イノベーションに勤務する中島正勝さんは、来年開催予定の東京パラリンピックで義足や車椅子の修理・メンテナンスに携わることになりました。中島さんは宮古市の出身、高校を卒業後新潟医療福祉大学で義肢装具士の資格を取得し、現在の会社に入社しました。東京パラリンピックの修理ブースに選ばれたっていう時はどんな気持ちでしたか？そうですね、私でいいのかなっていうのが正直率直なところでしたけども、まあ、せっかくいただいたチャンスですんで、まあ、現場で学ばせてもらったことをパラリンピックの修理ブースの方でも活かせたらいいかなというふうに思ってます。会社を経営するのは岩手県の義肢装具会を牽引する剣木太郎さんです。まあ、もっとベテランもいるんですけれども、まあ、これから その若い、まあ、中堅どころということで広い知見を持ってですね、まあ、すごく広範な対応能力がありますんで中島を推薦しました。現在の仕事は病院や在宅の患者さんをケアする臨床営業です。義肢装具を必要とする方のニーズを汲み取りサポートする大切な役割を担っています。患者さんとも一番こう最前線で接する機会があるので、橋渡しというかインターフェース的なところも担っていけるようにやっていこうかなと思ってますけど。東京大会に備えて競技用の義足や車椅子の研究にも余念がありません。走るのをチャレンジしたいって思った時に、その義足屋さんもやってくれないと私の思いは達成しないので、新しいことだったり競技とかにチャレンジしていただけると思い切ってできるのでありがたいなと思ってます。自分の持っているものを出して、まあ、選手たちのやり取りの中でたくさん学んできたものを、まあ、岩手県に持ち帰ってきてもらって役立てるような、まあ、そういった糧になる機関になってもらえればなというふうに期待しています。当社の社名にもありますけれども PO イノベーションということで、岩手の義肢装具ユーザーさんのためにですね、こうあらゆる新しい技術や、まあ、サービスやったりとかチャレンジし続けていければいいかなというふうに思ってます。世界の人たちと笑顔を共有したい、若き義肢装具士の挑戦は続きます。世界の感動を岩手に。グッドラック。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。